どうも大之助です今回はストレス耐性を高める習慣について解説していきます。というのも皆さん体験済みの通り学生だろうが社会人だろうが日々たくさんのストレスにさらされて生きていますよねもうしんどいですよね。 僕たちの心の心風船はどんどんんん膨らんででいいいっている状態じゃないですか。適度にガス抜きをしないと心が簡単に壊れてしまう状態なんですよね。ということでじゃあ日頃からどうやってガス抜きをしたらいいのということと今回紹介する習慣はそのストレス溜まった自分の心の風船のガス抜きをするだけじゃなくてその風船の,あの破裂しない許容値耐久値を高めるための習慣もあの紹介するので。 まあ、になっているる習慣を紹介するのでだから今回紹介する内容を日頃からどれか一つでもいいから実践することによって、まあ、自分の心の平穏を保ちやすくなったり忙しい時期とかでも、まあ、あのパンクしないというか落ち着いて行動しやすくなるような人生が待っていると思うので是非皆さんも今回紹介する内容を実践してみて,見てみてください。で まあ、とはいえ、まあ、軽くストレスとは何ぞやということについてお話しするんですけどストレスは実は生きていくために必要なんですよねそんなわけないとストレスがあるからめちゃくちゃしんどいというふうに思うじゃないですかじゃあなぜ僕たち人間は進化の過程でこのストレスをあの捨てなかったのでしょうかとストレスを感じないように進化してきたらよかったんじゃないのかっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ、ストレスっていうのはそうなんだろう立ち向かうことによって成長することができたりとかそのストレスから目を背けずに 生生ききてていくここととによよって、まあ、生存能力を高めたりすするるができるんでんね特に、まあ、今ほど人類の文明が発達してない状況だとあのなんかジャングルの中に木の実を取りに行ったりとかするときになんか猛獣のうなり声とかが聞こえたら聞き察知能力を起動させてストレスを感じて聞き察知能力を起動させて逃げることができたわけなんですよね。みたいな風にとか僕たちも筋トレすることによって筋肉をつけたりとか勉強することによって脳機能を発達させたりとか。 やっぱりあの何だろうまあノークロスノークラウンって英語のことわざもあるように自らそのなんか困難とかに立ち向かっていくことによって体を成長させることができるんですよねまあ野菜を食べるのも同じですよね野菜ってポリフェノールとかなんか健康にいいって聞くじゃないですか果物とか野菜に含まれるあのなんか化学物質のことまあヒトケミカルとかポリフェノールとかいうんですけどこれだって人体にちょっと毒なんですよね毒をあえて摂取することによって体に抗体を作ってより健康な体を維持しやすくなるんですよねワクチンも同じですよねまああの コロナウイルスの,あのメッセンジャー r n a ワクチンは別なんですけど普通の従来の風邪のインフルエンザのワクチンとかってあの病原菌自体をめちゃくちゃ何千分何万分の1とかに薄めたやつを体内に注入することによってその病原菌をあの本体を体に取り入れてその病原菌の抗体を作ることで その病,病気に対しての免疫能力を高めたりするんですよね。とかあの他にも例えば船があの安定してうあの海を航行するためには多少の重さとか水を入れる必要があるんですよねバラスト水って言うんですけどみたいな風に物事が安定するためとか成長するためには多少のストレスがないといけないわけなんですよ僕たちも物語漫画とかアニメとか小説を見てて主人公が一度もピンチにならないようなお話って見たいですか、まあ、日常系のギャグ漫画とかだったら面白いかもしれないけどあのヒーローが一度もピンチに陥れないような漫画って見たいですか 面白くないで,すよ、ね、であのなんか「ブラックエイとか「ポケモン」とかでもずっとスライムとかポッポしか出てこないようなゲームなんて退屈じゃないですかみたいな風にやっぱり人生を成長させていく上では成長させていく上では刺激を感じる上ではストレスって必要なもんなんですよね。でちなみにスストレっってて種類あって あのさっきお話ししたように自ら立ち向かうストレスはあのあのアンチエイジング効果ももたらしてくれるんですよね。まあ同窓会とかで久しぶりに同僚に会った時とか同級生とかに会った時なんかものすごい経済的にも成功していてなんかあの会社経営していたりとかなんか自分の仕事で花開いたりとかしていていろんなことに挑戦しているにもかかわらずなんかめちゃくちゃ見た目が若いみたいな人いますよね。なんで自分はなんかものすごいその窮屈な思いをして毎日満員電車に揺られて理不尽なその上司たちの頭を下げてなんとか低い給料でやりくりしていてめちゃくちゃ 溶け込んでいるのにもかかわらず、なんでお金持ってていろんなことに挑戦している。お前があの俺より大変なはずの。お前がなんで俺より若いんだっていう風な。なんか嫉妬した経験とかってあると思うんですけど、こういう風に挑戦する時に感じるストレスホルモンはできど、あのデヒドロエピアンドロステロンってまあ、早速した感じゃったんですけど、下噛みそうなあの名前なんですよね。このデヒドロエピアンドロステロンを日頃からあの分泌させることによって、脳もあの見た目もあの、いつまでも若々しく保つことができるんですよね。だから最高のアンチエイジングは？ 自ら考え行動しスストレスに立ち向かっていくことなんですよその一方で僕たちがストレスは良くないっていう風に感じる原因なんですけど例えば借金に追われているだったりとか,そのなんか職場で理不尽な上司にパワハラにあっているだったりとかあのものすごい厳しいあの締め切り内で毎日時間に追われて仕事しているみたいな風に何かに責め立てられるようなあのストレスだったりとか。 そうなんだろう慢性的に感じるようなストレスっていうのはコルチゾールっていうんですよねこのコルチゾールは、まあ、結構健康に悪いわけなんですよね体の中を体の細胞をあのじっくりとコトコトととろびれ煮込むように少しずつ炎症を起こしてボヤ騒ぎを起こして体の細胞にダメージを与え続けるんですよねでその結果ずっと体が緊張して体の毛細血管体の小さい血管のところがどんどん収縮していって体の末端部分に血液が送られなくなってあの肌がどんどん劣化していったりとか髪の毛がどんどん抜けていったりとかあのはあのまれ、あ、がいし が刻まれやすくなったりとかまあ老化する原因になるわけなんですよねとか心臓病の発症リスクとかも高めたりするからこういう慢性的なストレスのコルチゾールが悪なんですよねとはいえ朝起きる時にあの朝だぞ起きろっていう風なサインを高めてくれるのもコルチゾールなんですよこの夜寝てる時に自然に分泌されるコルチゾールは脂肪燃焼効果だったりとか朝起きた時に目の前の環境に適応する力習慣化を継続する力とかを高めてくれる朝あの目覚める時に自然に発生するこのコルチゾールはとても重要なんですけど それ以外の日中仕事のストレスとかあの借金とか慢性的なストレスのコルチゾールは体内を破壊する老化を促進させるということあのっていうことがあるのでこういうストレスはどんどん減らしていかなければいけませんねって話なんですよね。で現に先延ばしする人ってやっぱりストレスを慢性的に抱えるじゃないですかであの学校の課題だったりとかあの仕,事仕事だったりとかを放置してるって分かった状態で飲み会に行くとか遊びに行っているっていう風になったら頭の片隅でああほはこれやらなきゃいけないのになあれやらなきゃいけないのになっていう風に結局目の 目の前の遊びを楽しめなくなったことってありますよねそういうふうに結局頭の片隅であどうしようかなっていうふうな,あのなんかプレッシャーを感じ続けていると結局、まあ、あの体にどんどんダメージがいって、まあ、心を壊しやすくなるし。 そそしししててて、まあ、老けやすすすくなるるる心臓病ととかかにによよって死にするリスクとかも高まるんですよねだから結局そのなんだろう学校でその僕たちが習ってきたようになんか人に言われたことを淡々とこなすとか周りと同じことをするとか周りと仲良くするみたいな没個性で周りと同じようなことをしまくっていると結局その、まあ、大体可能な存在あの使い捨て可能なあの、まあ、使い捨ての駒としての能力しか持っていないことになるからだから人に言われたことをこなすしかない人生が待っていてその結果まあ あの高い給料にありつけなかったりとかあの人に言われたことしかできないから自分の仕事の裁量権がないあの決められた期,間期限内にあのなんかものすごい不条理な,あのなんかこれをやれっていう理不尽なその要求にも応え続けなければいけないそんな,なんか日々慢性的にストレスに苛まれ続ける人生が待ち受けてるわけなんですよね。それは当然老けていくわって話なんですよ。こういう、まあ、体に悪い影響を与えるストレスはどんどん減らしていきましょうって話なんですけどじゃあ具体的にどういうことをしたらいいのって話なんですよね。 で、まあ、ちょっと前置きが長くなったんですけど今回紹介するあのストレス体制を高める上にそして日頃からやっていると僕たちの,あの心の,あのパンパンに膨らんだストレスという風船をガス抜きすることができるっていうあのストレス体制を高める上に、あに即効性のあるストレス対策について今回解説していきます、まあ、上から言っていくと運動する食事特にプチ断食も効果的ですねあと睡眠としっかりと睡眠時間確保することと昼寝,を取る昼寝をすることそしてサウナに行くこと瞑想をすること 自然に触れること川とか山とか海とかとにかく自然ですね植物園とかもいいですねあとは読書あの読書だけじゃなくて自分の好きなコンテンツ小説とか映画とか漫画とかでも何でもいいから自分の好きな空間にあの没頭できるような,あのなんか自分の時間を確保すること,ことが重要っすね で他にも音楽音楽は自分の好きな音楽を聴くっていうのもいいんですけど歌が好きな人はカラオケに行くっていうのもいいし例えば大之助君ピアノを始めたんですけどピアノとかギターとか何でもあの何かしらその目の前の作業に没頭できるっていうような趣味として、まあ、そして音楽は自分の脳みそを鍛えてくれるっていうこともあるし、まあ、何歳になってもできるっていうこともあるのでこの音楽っていう趣味非常におすすめですね。あとは あの大好きな人との交流あの、どうでもいううぞうぞとの飲み会とかじゃなくて自分の学生時代の仲良かった友達と久しぶりに連絡を取ってみるだったりとか自分の家族と過ごす時間を増やすだったりとかそういう、まあ、人間って社会的動物だから猫と違ってその人間は他の人と協力して何、まあ、か群れを成して生きていくようにデザインされている生物なんですよね。 だから社会の中で自分は役に立っているとか自分はこの世の中に存在していいんだっていうふうに定期的にリマインドする機会を,するあのを作っておく必要があるんですよ。だからまあ友達が少ないよっていう人たちとかあんまり会う機会がないよ自分は遠くにいるんだっていう人はまあまあビデオ通話とかでもいいですし。 そして、大之助がやってることは、LINE のキープ機能ですね。LINE のキープ機能で、まあ、友達からなんか感謝してもらったこととか、この前すごい楽しかった、ありがとう、大之助また遊ぼうみたいなことを言ってくれた、あのありがたい言葉とかを全部キープ機能のリストに入れておいて、それをたまに眺めたりとかしてるんですよね。みたいな風に、自分のことを応援してくれている自分と仲のいい人たちとの社会的なつながりを再確認する。例えば、まあ、たとえそれはゲームであろうと、あのまあ、テレビゲームとかスマホゲームとかであろうと、自分の好きな人とコミュニケーションを取るツールとして、例えばデ、デッドバイデイライトをあの金曜日の夜に そのなんか地元の友達と自分は上京してきていてであのなんか LINE 通話をしながら一緒にそのゲームにふけるみたいな感じでその自分の好きな人とのコミュニケーションをとる時間っていうのを増やすとなかなかいいストレス対策になるんですよね。そして、まあ、マルチタスクはは NG なんですよとはいえね例えね例ば 映画を見ながらスマホで LINE をするみたいなふうにさっきお話ししたこの好きなコンテンツを楽しむことと大好きな人との交流両方一緒にやっちゃうと結局どっちつかずになっちゃいますよねまあ普通に対面で人と話をしていてあの目の前で話してる人がスマホを見てああ,あ,あっていうふうに適当に返事をされたらなんだこいつっていうふうに思うじゃないですかみたいなふうに結局人間ってあのマルチタスク同時並行で複数の物事を処理することって苦手なんですよ苦手というかマルチタスクができるような脳の構造をしてないわけなんですよまあ 一方でその何だろうマルチタスクというとそのあの耳でその人の話を聞いて理解しながらもう一方の,あのなんか視覚とかを使って映画を見てその映画の内容を理解するみたいな風に脳の同じ場所を使ったらそれはマルチタスクになっちゃうんですけどとはいえあの自然の中を散歩しながらオーディオブックで好きな音楽をあの好きなあの本の読み聞かせをするだったりみ,みたいにその体を動かす触覚と 運動感覚とそして聴覚それぞれ別の感覚を同時に使うっていうマルチタスクはは人間は処理でできるるよようになってるんですよねむしろ体を動かしながら,らあのオーディオブックを聞くことによってあの、まあ、運動しながらだったら脳が活性化している状態だから普通にオーディオブックを聞くよりも学習効率が高まるみたいなメリットがあるので、まあ、あのそういうふうに。 競合しないあのなんか複数の感覚を使ってあのマルチモーダルっていう勉強法なんですけどそういうふうにあのなんかあのじ時短方法を使うっていうのも自分の人生の時間あの人生の,あの満足度を高める方法としておすすめなんですけど、まあ、基本的にはマルチタスクは NG と一個一個の,あの今回紹介している内容も運動も例えばキックボクシングとボル,ガボルダリングとか散歩とか何でもいいんですけどとか。 あのサウナに行くとかサウナってもちろんスマホも持ち込めないしただその暑い空間と寒い空間をあの往復するわけだから自分の体の感覚とかに、ね、すごい集中しなきゃいけないわけなんですよね瞑想も同じように自分の,あの呼吸だったりとか自分の体の感覚とか自分が今何を考えているのかとかにあの意識を向けなきゃいけないわけなんですよね自然の中を散歩したりとかするのも同じですよねあのなんか自然の大自然のイフに触れたりとかあなんか花がたくさん生,いあの生えてるあの咲いてる綺麗だなだったりとかなんか海の音に集中してたらすごい心が和らぐなだったりとか まあ読書とか 小説とか漫画とかも目の前のそのストーリーの中に自分のあの意識をあのなんか突っ込むことによって没頭することによってその他の雑念とか自分の日頃抱えているそのなんか日々の喧騒とかなんか心の中に慢性的に抱えているストレスとかと一時的に切り離すことができるんですよね。音楽も同じです。自分のその目の前の好きな作業ピアノを弾くだったりとか歌の弾き語りをするだったりとか好きなことをしてたら嫌なことを忘れられるじゃないですか。大好きな人との交流も自分の本当に大好きな人とだったら目の前のあの会話にめっちゃ集中する。 じゃないですか自分の大好きなあの異性からなんか今度ご飯行かないっていう風に言われたら上司の首をへし折ってでも参加するしあの絶対に行くしその人との会話めちゃくちゃ楽しいじゃないですかみたいな風に結局今回紹介してる内容は僕たち現代社会僕たちが暮らしてる現代社会ってこのスマホだったりとかあの他にもギャンブルだったりとかあの アルルコールだったりとかい、まあ、いろんんんななな僕たたちの注意をはあの拡散さささせせるるるよよよううマルチタスクにさせるようなあの刺激物がたく溢れているんですよねその結果あの一つの物事に集中できなくなってでどれもこれも中途半端に終わってなんか時間無駄にしたなっていうような感じで僕たちは毎日1週間が過ぎあの1ヶ月が過ぎ1年が過ぎっていうふうに少しずつ年老いていってあ自分は結局何も身につけないままこの1年が過ごしてし、ま、を過ごしてしまったなっていう後悔に苛まれてどんどんストレスを溜め込んでいくしなおかつ自分の人生は何も変わってないっていうことになっ だからじゃあどうしたらいいのかというと、まあ、結局今回のストレス対策というのも集中力を鍛えるということなんですよね。で集中力を鍛えるためにはその一つの物事に集中できるようななおかつあの運動もしっかりなんですけど睡眠もそうなんですけど生活基盤の土台になるようななおかつ自分の体の血流効率を高めてくれて免疫力を高めてくれて自分の体の健康をあの維持するのにあの必要な習慣っていうのが今回紹介したものなんですよね。 であの、それぞれどんな運動がいいのとか食生活プチ断食とかどんなものがいいのとかあの睡眠の質を高めるために何したらいいのとか昼寝って何分寝たらいいのみたいな話だったりとかあのサウナってどういうメリットがあるのなんどういうあの入り方をしたらいいのとか暑いあの部屋には何分いてその冷水はあのシャワーだけでいいのとかちゃんと使った方がいいのとか瞑想ってどんなやり方があるのとかあのこれら一個一個あの読書もあ どんんな本を選んだらいいのとか,あのなんか自分読書嫌いなんですけど効率的な読み方とかないですかみたいな話だったりとかこ自然に触れるっつったってあの、まあ、その山とか川とかどうい,うこといろんなものがあるけどその自分都会に住んでるからそんな自然に触れる機会全然ないんですけどどうしたらいいですかってあの街路樹とかあのあの職場に行くまでの街路樹を見るだけとかでもいいんですかとかあのでオフィスの中にある観葉植物を見るだけでもいいんですかとか音楽も。 何始めたらいいんですかとかいろいろあると思うんですけどそれらもあの概要欄の方に入れておきますけど過去別の動画で詳しく解説しているのでそれら気になった方々は是非見てみてください。まあんだろう今回紹介した内容に当てはまる内容っていうのはマルチタスクじゃなくてシングルタスク一つの物事に集中できるようななおかつ自分の そのメンタルをもうこれをやってるだけで落ち着かせられるような習慣っていうのを厳選して紹介してるんですけどでさっき紹介した中で多分あのプレイリストの中にも入ってないまだちゃんと紹介してないこの大好きな人との交流なんですけどまあちょっと一旦水飲みま,すねまああのこの内容についてはさっきちらっとお話ししたように 自分の好きな人と過ごす時間をあの意図的に増やしましょう。と、そしてどうでもいい。人間とはあのの誘いは？ あの断るようにしましょうと。で、断る、あの、まあ、嫌われずに、相手に悪い印象を与えずに断るようになる方法っていうのも過去別の動画で紹介しているので、そちらも概要欄の方に入れています。あの結局、あの大之助も人見知りで、その人に嫌われたくないっていう意識がすごい強かったんですよね。だから断るのって苦手じゃないですか。というか、なんか自分の意見を言える人ってかっこいいなっていうふうに思うし、自分はそういうふうにはなれないなっていうふうに思いますよね。いや、その気持ち非常によくわかるんですけど、断る力を身につけることって、自分で自分の人生を切り開くことにつながるんですよ。結局、 その僕たち人間って寿命があっていつか必ず死ぬんですよね。で どうでもいい人間との飲み会にあの、まあ、3時間とか5時間とか使ったらその分自分磨きの時間とか自分の親友とか家族と過ごせる時間とかが3時間とか5時間減るわけなんですよね。であの自分の大事な人が窮地に陥ってる時とか難病にかかった時とか自分がそのなんか助けられる余力がない時間的な経済的な余力がないっていうふうになった時に皆さんは結局うぞう,ぞう,とうぞうむぞうに嫌わ,れないが嫌われたくないがためにうぞうむぞうに媚びへつらって大事な人たちのを助けるチャンスを捨てているということなんですよね。ゴミを5章大事に抱えて 宝物を捨ててていいいる、る踏んんんんづけよよようなななな状態でですすねね皆さんそんな生き方したくないですよ、ね、普通その自分の家族自分の子供とか自分のパートナーとかを幸せにするためにあのなんか身を粉にして,働いてい,て働いていたはずなのにだからこそ職場で嫌われたらダメなんだっていう風に思って職,あの職場の付き合いが大事だからっていう風になって結局家族との関係とか時間をないがしゅんしてたらそれって本末転倒じゃないのって話ですよね。 みたいな風にだからそのうぞ無ぞとの関係はどんどん捨てましょうとであのうその職場の人たちに嫌われたら嫌だよっていうふうに思うかもしれませんけど正直一回断ったぐらいで嫌われるような関係ってあの長,期的長期的な関係を維持できるような関係じゃないと思わない思えますか本当に例えば皆さんがあの親友に久しぶりに会わないっていうふうになんかおあの誘ったとして「あごめんちょっとこの日忙しくて」みたいなふうに言われたら「あ分かった」というふうになりますよね。なななんでなんんでで会えないんだよ お前死ねえよみたいな風になりますよならないですよねだってそん,なそんな1回断られたくらいで崩れるような関係じゃないって分かってるからにもかかわらず飲み会に行くのを断ったら多分嫌われるだろうなとかノリ悪いと思われるだろうなっていう風に、そに皆さんが飲み会に行かなかったぐらいで誘いを断ったぐらいで壊れるような関係ってもともと大した関係じゃないしそうやって自分、まあ、どっちかが我慢しなきゃいけない関係って長続きしませんよ一生あなたは定年するまでそうやって我慢して生き続けるつもりですか 嫌ですよねでそんな時間があるんだったらそしてあの結局転職したらあなたの人生というその一つの小説というか物語の中で転職したり70年後とかになったらもう顔も名前も忘れるようなそんなうぞうむぞうにこびへつらって大事な人たちの,の関係を捨てたいですかその大事な人家族とか親友とかそして自分自身とかって一生自分の物語の中に出てきますよねそういう人たちをないがしろにするメリットって本当にあるんですかって話なんですよねだから まあ大之助は具体的にどういうことをしてるのかというと、まあ、たまにその地元の友達に連絡を取ったりとかあのまあゴ,ールゴールデンウィークとか年末の時とかに地元に帰って地元の友達とバレーボールしたりとかキャッチボールしたりとかサッカーしたりとかあとはゴルフ行ったりとか、まああのあとまあ、僕そんな大人数の食事とか嫌なんで飲み会とか絶対行かないようにしてるんですけど本当に仲のいい4人とかであの軽くご飯に行ったりとか昼ご飯に行ったりとかっていうことをしてあの過ごしたりとかしてるんですよね。とか 何か友達が悩んでいることをあの、まあ、そのお話をした時に友達にいろんな悩みとかを聞いてで、まあ、僕がそのなんか地元からあのまた出ていきましたと1人暮らしの生活に戻りましたという時にいろんな本とか読んでて「あこの内容ってあの友達のあの悩みにの解決に役立ちそう,そう,そうじゃん」っていう時とかにあのなんかこういう本読んだんだけどなんかこの前言ってたこういう悩みの解決に役立ちそうかもしれないっていうふうに言ってリンクと一緒に送ったりとかしてあのとたまにリコネクトというか。 たまにそのなんか自分の仲良かった友達とその関係をあの取り持つというかあの、まあ、あのこまめに連絡したいとかっていうのもしてるんですよね。まあ、これは僕のあくまで一例であって僕はスポーツ好きだしあのなんか大人数の飲み会とかワイワイするところとかが苦手っていう性質だからこういうようなコミュニケーションに落ち着いてるんですけどそしてあのなんだろう職場の飲み会とかも全部断るようにしてるんですよね。まあ、昔は無理して行ってたんですけど別に行かなかったところでそ飲み会に行かなかったらクビになるみたいな法律とか,あのなんかあの会社の決まりとかがあるわけでもないし別にそうなんだろう 飲み会があるからこそ,その仲良くなれるみたいな風に「飲みニケーションや」っていう風に言う人たちもいるかもしれないですけど、まあ、確かに一理あるかもしれませんけどそれって飲み会がなければろくに人間関係も構築できないその程度のコミュニケーション能力しか僕は持っていませんっていう風になんか声高に叫んでるようなに僕は聞こえてしまってなんかあの別に普通にあの人間関係の構築方法とか学んでおけばそのなんか日頃の仕事をしている時とかにも十分な関係を構築できるんじゃないのかなっていう風に思うし僕自身は、ね、だからこそ飲み会に行かないけど。 あの仕事は最低限きっちりするしそしてあのなんか人間関係も日頃の仕事の最中にこあの構築するように意識してるんですよね。あのまあなんだろうそんな僕の話はさておき何せをちょっと痛み止めますねあの。自分の人生に優先順位をつけましょうっていうことですね。であの まあじゃあ具体的にどうやって自分のなんか有益な人間を見つけたりのかそのかギブアンドテイクっていうアダム・グラントさんっていう心理学者が書いたえと行動経済学者だったかもしれないですけどまあものすごいあの偉大な教授が書いてくれた素晴らしい本があるんですけど世の中にはそのなんかあの人に与える人ギバーとそしてトントンにする人マッチャーと人から奪う自己中心的なテイカーっていう3種類の人間がいるっていうふうに言われてるんですよね。であのテイカーまあテイカーってまあ皆さんもあの身の回りにたくさんいると思いますけど自分のことしか考えない。 あの、なんだろう。あの、なんか、まあ、俗に、まあ、いじめっ子とかが典型的なタイプですよね。自分のメリットになること以外はしない。人に、なんか、あの、飲み会の感事を押し付けたりとか、バーベキューのせ、あの、なんか、開催しろみたいな風に言って、自分は美味しい、あの、汁だ、甘い汁だけすすろうとしてくるやつらとか、たくさんいると思うんですけど。で、その、なんか、そういうような輩がたくさん今までいたんですけど、そういうやつらとは縁を切って。本当にお互いに切磋琢磨し合える関係とかを、あの、見つけていくことが重要なんですよね。で、じゃあ、どうやって、そういう人脈とかを見つけていったらいいのっていうような話とかも、過去別の動画で解説して。 いうのでそういうい人脈術に関する話だったりとかそして人と、まあ、初対面とかでもあの、まあ、距離をぐっと縮めるためにどういうことを意識したらいいのって話大之、まあ、助ももともと人見知りで小学生の頃とか語彙力はアートウぐらいしかなかったんですよね。なんだかあの 人とと関わることが苦手でその結果いじめられる子だったったていうのもあるんですけどだからこそそして小学生の頃とかも友達が欲しくて家に帰ってから毎日 Google で友達の作り方とか調べてたような人間なんですよねだからこそいろんな心理学の方法とかを学んであのバックトラッキングっていう相手の言ったことをそのままあのあのこの前どこどこに行ったんだよへえこの前どこどこに行ったんですねみたいなふうな話だったりとか当たり前だけど目を見て話を聞くだったりとかあの、まあ、相手の視界に入るところに自分のスマホを置かないだったりとかそういう基本的なあの相手に好かれるための会話のテクニックその自分が面白い あの滑らない話を振る必要はなくて相手にたくさん質問をして相手のプライベートな話を聞き出すといいんですよみたいな会話術とかもたくさんあるんですよね。で結局知知知識ををっってておおけけばばテククニックを知っておけば その不安は大幅に軽減されるんですよその自分はどうせそういうか場所に行ってもうまくいけないから初対面の場所でもうまく友達できないからっていう風に思うかもしれないですけどいやけど自分は他の人と比べて最低限の知識とかノウハウを知っててそれをこれまで実践してきたんだからまあ大丈夫なるようになるさっていう風に思えるようになってくるんですよねだからそういう会話術についても過去別の動画で紹介しているのでそれも URL 概要欄の中に入れておきますそちらの方も大好きな人との交流まずその大好きな人を見分けるための方法そして あの新しい環境にいた時に大好きな人になるかもしれない人脈を広げるために会話でどういうことに気をつけたらいいのっていうテクニックとかについても過去別の動画で解説しているのでそちらも見てみてください。でこういうストレス対策の他にも、まあまあ、一覧を話すということが今回のメインなんですけどとはいえ その僕たちが誤解しがちなやってはいけないむしろ逆効果になるストレスが増えてしまうストレス対策についても軽くお,はおさらいしておきたいと思いますこのやってはいけない逆効果になるストレス対策も過去別の動画で紹介しているのでそちらも概要欄に入れているやつ見ていただきたいんですけど、まあ、上からざくっと言うざっと言うとタバコ、ギャンブルアルコール SNS やゲームインターネットお菓子や揚げ物などの暴飲暴食そして高価な買い物悪口や陰口などですね僕たちストレス溜まった時についてしがちだと思うんですけどそして 何よりおいおいなんか人と関わることいいって言ってたのに SNS やゲームインターネットをやるのってどういうやるのがダメってどういうことだよっていうふうに思うかもしれないですけどそ一人で黙々とそのなんかゲームの世界に興じたりとか Twitter で延々と <laughs> SNS で悪口や陰口を言うだったりとか。 そなんだろうネットサーフィンをただただするみたいな風に自分のまあ視覚だったりとかその視覚その目,目だったり目の神経をめちゃくちゃ疲れさせるだったりとか,そのなんか悪いものをネガティブに反応することばかりするだったりとか結局その他人を引きずり下ろしたところで自分の身長は伸びないし自分の顔面はブサイクなままだし臨時収入も入らないじゃないですかだったら他人を引きずり下ろすよりも自分がその自分の理想とする未来への階段を一歩でも進めた方が自分の人生のためですよね。そして この悪口や陰口を言うことによって人間ののの脳っていうのはネガティブななものに反応しやすすくなるんですよねだからその日頃自分の親友とか家族とかと過ごしている時にその自分の身近な人の悪いところとかばっかりが目に入って結局人間関係がボロボロになりやすくなるんですよねだからそのアンチコメントを書きまくってる人とかそのなんだろうそのなんかあのマスメディアとか,そのなんかゴミみたいな記事ばっかり書いている人を叩くそのなんくネットニュースばっかり書いているような記者とかっていうのは結局ネガティブなことに反応しやすくて人間関係はボロボロになりやすいんですけど。 でこの SNS やゲームとかインターネットも適切に使う分にはいいんですよ。さっき僕がお話ししたように健全な関係とその自分の自尊心をあの復活させるためだったりとかあのなんだろう自分の大好きな人とコミュニケーションを取るというツールとして SNS を使うのはいいんですけどあのインスタグラムみたいにその自分の自撮りを上げて自分はすごいでしょっていうような承認欲求を高めるためみたいに。 なんか自分はこの世に存在していいだろうっていうふうに自分の力を誇示するために使ってたらそのむしろストレスが溜まるんですよね自分何してるんだろうって、まあ、皆さんも経験あるかもしれないですけどその自分の自撮りを加工しまくってインターネットに上げて評価されてもこれ本当の自分じゃないのになみたいなふうな後ろめたさとかありますよね。でまあ、ダイナス系自撮り嫌なななででそんこことやったことないですけど みたいな風に結局自分を偽ることによるストレスが半端なくなるんですよね。とかゲームでその友達となんかワイワイしながらあのなんか友達の家でスマッシュブラザーズをやるみたいな感じだったら友達とのコミュニケーションになるからいいんですけど家で延々となんかそのレベル上げとか,なんか退屈な作業とかを睡眠時間を削ってまでやってたらただただストレスがたま,まるだけなんですよね。だから結局上手なてあの付き合い方をしていきましょうって話なんですよ。人なうたちに に共通すする趣味でけどもちろんこういう趣味を持っていてもすごい能力を持っている人って世の中にはたくさんいますよただ100人ギャンあのタバコギャンブル、アルコールをしている趣味の,の集団とそして100人睡眠時間を確保して食生活をきっちりしてて毎日運動している人のグループそれらのグループを比較したら断然後者のグループの方がそれは優れた人いるだろうっていうふうなのは皆さんも想像に難くないですよね。で 嗜好、まあ、品だしただの趣味だしストレス発散になるからいいじゃんっていう風に思うかもしれないですけど実はこれ,これらの趣味ってタバコとかギャンブルとかアルコールってあの快楽物質のドーパミンが出てきていてその僕たちの脳内に一時的に快楽を発生させていてあの、まあ、疲労とか疲れとかっていうのを一時的に吹き飛ばしてるだけなんですよね。吹きき飛ばししてててるる運運動とかと違って運動とととかか違っはガス抜きをしてるんんすけどそのなんだろう ストレスの風船のガス抜きをしてるわけなんですけどこのタバコとかギャンブルとかアルコールっていうのはどんどん膨らんでいるにもかかわらず視界からその膨らんだ風船を外すだけなんですよねだから風船のあのなんかストレスという風船をどんどん膨らみ続けているしなんならこギ,ャンブルギャンブルとかタバコとかアルコールによってまあ金銭的なコストもあるし そのなんか自制心の低下だったりとかギャンブルだったらめちゃくちゃお金損したりとかしてさらにストレスが増えますよね。タバコって自分のけんタバコももアルコールー自分の健康を阻害しますよねみたいな風に結局自分をどんどん自利品にしていくわけなんですよね脳,の,あの,脳の,その覚醒度だったりとか脳の回転とかもどんどん低下していくから自分の状況を客観的に見ることもできずあのなんか自分の人生を変えるために何をしたらいいのかというところにまで考えが及びにくくなったりとかメンタルが悪化したりとかしてまあこの。 良い習慣っていうのは結局まあこれいいんだろうけどやるまでにその良い所というか腰を上げるのがめちゃくちゃ重たいじゃないですかこういう行動に移るまでのそのなんだろうあの心理的な抵抗感を乗り越えるのもさらに難しくなってくるんですよねだから人間間を落ち始始めめたたらら坂道転転ががり始めたらああっっっといいううにどんどんんんていってしまでですよねであのこのタバコギャンブルアルコールとかと同じようにお菓子とか揚げ物などの暴飲暴食まあ普通に健康にいいものをそこそこ食べるっていうのは全然いいんですけど。 そのなんかコンビニスイーツだったりとか製白された砂糖がたくさん使われているものだったりとかそして揚げ物みたいなその油って悪とか悪人みたいなその悪役みたいな印象があるかもしれないですけど実は魚にに含まれる油ととかかオオリーブオイルとかって健康にいいんですよねただその質の悪い油そのパンに含まれるマーガリンだったりとか。 あのなんかこの揚げ物だったりとか、えー、とフライドポテトに使われる油だったりとかインスタント食品の,あのなんかインスタント麺とかの水分を蒸発させるために質の悪い油の中に入れてあの乾燥させてるというか水気を飛ばしてるわけなんですけどこういう質の悪い油とかを使っていると。 その酸化した油によって、まあ、あの自転車とかあの鉄って酸素と結びついて錆びていくじゃないですかと同じように人間の体も酸化したあの油を大量に摂取しているとどんどん体が錆びついていくんです,んですよねあの血管がどんどん詰まっていって運動能力が低下したりとか見た目が老けていったりとか頭の回転が鈍くなっっていったりとかすするんですよねだから安くてうまいからといってポテトチップスとかフライドポテトとかあの揚げ物とかばっかり食べてたら。 どどんんんん自分の人生がどん詰まりにななっていくわけなんですよねもちろんめちゃくちゃうまいのは分かりますよ僕も唐揚げ大好きなんですけどとはいえこういう暴飲暴食その人間の脳っていうのはその進化の過程で糖分と脂質を求めるように進化してきたわけなんですよねその僕たちの人間の脳とか体っていうのは狩猟採集をしていた20万年ぐらい前からほとんど変わってないんですけどだからこそ当時の狩猟採集をしていた人類ってあのなんだろう えっと、冷蔵庫とか当たり前だけど、なかったわけじゃないですか。で、食べ物を保存できないわけなんですよ。じゃ、あどうやってエネルギーを貯蔵したらいいのっていうふうになったら。カロリーの高い、あの、体に脂肪として蓄えやすい糖分と脂質を見つけたら、たくさん食べるように。あの、自分の食欲が暴走するように進化してきたわけなんですよね。そういう進化を減ることによって、生存能力が上がって、僕たちは、こうやって、あの、子孫を紡いで、現代まで、その人類をは、はい、あの、なんか、あの、繁殖させることができたわけなんですよね。 だから進化の過程で手に入れた能力なんですけどとはいえこの現代社会だと人間の脳を狂わせてしまう恐ろしい食材っていうのが揚げ物とか糖質なんですよねこういう暴飲暴食をすると、まあ、ストレス溜まった時にく焼け食いをしたくなる気持ちは非常によくわかるんですけどこうやって健康に悪いものをたくさん食べると睡眠の質が低下したりとか、まあ、肥満の原因になって自分の見た目にコンプレックスを持ったりとかより劣等感が高まったりとか。そして あの新しいことに挑戦する威力意欲とかもどんどん伏せていってしまうからさらにこのおいしいものを食べてる時に感じるドーパミンあの脳内の物質も結局蒸気で紹介したタバコとかギャンブルとかアルコールとかと同じようにドーパミンなんですよね。結局 まあストレス発散というよりもそのストレスを一時的に見ないようにしてるだけであってストレスをそのなんか後ろ倒しにしてるだけなんですよね健康に悪いものを食べて結局そのストレスというかそのなんかしっぺ返しを食らうというかそのツケを払うのは将来の自分なんですよね。でその将来ツケが回ってきた自分がそのストレスと向き合うと向き合い切れずに結局現実逃避したくてあの だからまた暴飲暴食に走ったりとかあのタバコギャンブルアルコールアーに逃げちゃったりとかすするわけなんですよねだから世の中でそのなんだろうもうそのハゲ散らかしていてそのなん,かなんか太りまくっていて頭の悪いようなすぐ切れるようなだからどうしようもないような人間がところどころ散見される理由っていうのは結局さっきお話ししたように悪い習慣は連鎖的にどんどん結びついていってどんどん人間は下に転がり落ちてしまうよっていうあのなんか残念ながら人間は中毒に操られているっていうところがあの大きな原因なんですよね。 で、この高価な買い物っていうのも同じようにそのやっちゃいけないストレス対策なんですよね。例えばブランド品だったりとかブランドの時計だったりとかあの服だったりとかバッグだったりとかまあ好きだったら買えばいいんですけど身の丈に合わないその僕たちみたいに一般のサラリーマンとか公務員とかあの給料をもらっている少ない給料でやりくりしている人間が身の丈に合わないものを分割払いとかましてやリボ払いなんてもう具の骨頂ですからね。そんな風に、 実用性のないものを買ったらそのものを買った瞬間はあの気持ちいいドーパミンがまたドーパミンなんですけど快楽物質のドーパミンが出てきてストレス発散しているように感じるんですけど家に帰った時とか商品が届いた時とかなんでこんなものを買っちゃったんだろうっていうふうになるわけなんですよねその後の請求書とかを見てこんなに高いものを買っても自分の生活もう立ち行かないよというふうになっちゃってたくさんストレスが出てきてでそのストレスから逃げるために暴飲暴食に走ったりとかまた高いものを買っちゃったりとか無限ループに落ちるんですよね。で <laughs> この高価な買い物の恐ろしい点はその結果、まあ、闇金牛島んみたいにお金が払えなくなって女性の方であれば体を売らなきゃいけないんだったりとか、まあ、奴隷の生活が待っているわけなんですよね。でもちろんあの買い物の中でも家事代行をするだったりとか,そのなんか家の掃除をするルンバを買うだったりとか。 たまには、その家族で思い出を作りに行く、旅行に行くだったりとか、なんかレジャー施設に行くだったりとか、美味しいものを一緒に食べに行くみたいな風に、みんなで体験に対してとか、時間を買うことに対してお金を使うのって、ものすごい自分の人生の幸福度を高めてくれるんですよね。そういう使い方はいいんですけど、実用性のないような、その見栄を張るためのものみたいな高価な買い物っていうのは、実は逆効果のストレス対策なんですよということを覚えておいてください。で、さっき悪口とか、飼い口とかダメだよっていう風に言ったのは、言ったと思うので、その辺は紹介しますあのし、その辺は省略しますけど、 でまあ、このやってはいけない逆効果のストレス対策について、まあ、さっき結構喋っちゃったんですけどあの具体的な内容とかについてもさっきお話しした通り別の動画で詳しくお話ししているのでそちらも気になった方々は概要欄で見てみてくださいっていう感じでストレス耐性を高める習慣についてあの、まあ、とりあえず散歩でいいから運動,あの運動しようっていうことだったりとか 健康にいいもの食べろと野菜とかフルーツとか食べろとあの、まあ、お菓子とか食べたくなったら代わりにフルーツ食べろとあの、まあ、コスパ的にもお食の満足度的にもフルーツもあんま変わんねえだろうとで、まあ、玄米とか全粒粉のパンとかそういう健康にあ,のあとそばとかね食物繊維も豊富な糖質も食べましょうとそして、まあ、毎日ちゃんと寝ましょうと、まあ、お金持ちミリオネとかって最低7時間寝てるんですよねとか昼寝も結構大事ですよと。 あの昼15分寝ることって夜3時間寝ることと同じぐらい気力体力集中力回復させてくれるんですよねで熟睡しなくても机に突っ伏して目を閉じてるだけでもあの人間って情報の 87資格から取得してるんですよねだから目を閉じるだけでも外部の情報の9割近くがシャットアウトされて脳をめちゃくちゃ休ませることができるんですよね。僕たちの脳みそからしたらあれなんか外部から全然情報が入ってこなくなったぞということは脳内を休憩モードに入らせますねっていうふうに言ってあの脳を休ませてくれるんですよね。だから午後の勉強効率とか仕事の効率とか生産性を高めてくれるから皆さんもぜひ昼寝なかなかいいストレス対策なのでやってみてください。で同じようにサウナもねあの睡眠の質高めてくれたりとかアンチエイジングだったりとか,あのなんか脂肪燃焼効 だったりとかそしてそのなんか過酷な環境に自分の身を探すことによって序盤でお話しした自らストレスに立ち向かうことによってそのホルミシスっていうそのまあ、めちゃくちゃ暑い環境から寒い環境にっていうめちゃくちゃ厳しい環境がに、ね、自分の体を追い込むことによって僕たちの体がエマージェンシー緊急事態だと勘違いしてそのなんか体の免疫機能を強化したりとかあの脂肪を効率的に燃焼させてくれたりとか。 その老廃物をまとめて排出してくれたりとかさまざまなデトックス効果体を洗浄させる効果がサウナに期待できるんですよねだから皆さん、まあ、1時間1,000円ぐらいとかで大体都内とかでも使えると思うので皆さんもぜひ週に1回でいいからサウナに行ってみましょうと他にも瞑想ですね まあ瞑想ってあの1日1回の深呼吸とかでもいいからとりあえず自分の注意力をコントロールするあの習慣をつけてみましょう大ス助も毎朝あの散歩している時に、えー、と散歩の公園で、えー、となんか自分の呼吸に集中して、まあ、2 3 0分ぐらい自分の呼吸に集中しながら散歩するっていう瞑想をしてますねで、あの この自然に触れるっていうのも自然の中を散歩するっていう、まあ、自然に触れるだけでも瞑想と同じぐらい脳内をリラックスさせることができるからだからさっきお話ししたように公園の中を散歩しながら瞑想するっていうのはダブルパンチで相乗効果でものすごい自分の脳内にリラクゼーション効果を及ぼしてくれるので非常あの自然に触れるっていうのもおすすめですねそれに瞑想がなかなか慣れないよっていう人たちはまずは散歩の自然の中を散歩するっていうことから始めてみてくださいそして自然の中を散歩するとこの運動という項目も結構何だろう 達成するることができるしあの午前中とかまあ日中日の光を浴びることによって体内時計をリセットして夜自然に眠ることができるからだから睡眠夜の睡眠質を担保することもできてだから良い習慣ってあのつなげることによってどんどん相乗効果で自分の人生を勝手によくできるんですよねだから自然に触れる時間も増やしましょうとで読書とまあ読書だけじゃなくて小説でも漫画でも映画でも何でもいいんですけど自分の好きなものに没頭するコンテンツを楽しむ時間を作りましょうとそして あのそのなんか映画を見ながらとか小説を見ながら LINE の返事をするみたいな風にマルチタスクは絶対 NG ですと。で、まあ、音楽も同じように自分の目の前のことに集中できるような楽しい趣味であれば何でもいいんですけど特に音楽っていうのはおすすめなんですよね。まあ、友達とカラオケ行くっていうことも大好きな友達との交流にもなりますしあの自,分その自分の感情を爆発させるとか大きな声を出すとかっていうのもストレス発散にもなるしそしてなんかピアノを弾くとかギターを並ぶだったりとかっていうのも。 その音楽を習うっていうのは、その自分の脳内を、あの脳をものすごいあの効率的に記憶力を鍛えるトレーニングになるんですよね。まあ一流のアーティストたちは他の人たち一般人に比べて記憶力能力が高いみたいな研究結果とかもあるんですよ。というのも、その楽譜を見て、そして その自分の指を体の感覚、自分の体を操作して音を奏でて、自分その音を自分の耳で聞いて、間違ってたら調整する。みたいな。風に自分の運動感覚とか聴覚とか視覚とかいろんな体の感覚を同時に同時並行で刺激するんですよね。だから音楽をやることって脳内がめちゃくちゃ鍛えられるんですよ。だから、そのまあ子供への最高の教育はピアノだっていうような意見もあるぐらい。そのなんか音楽を習うことって音楽を始めることってめちゃくちゃ効果的なんですよね。しかも自分のそれだけたくさんの物事をやらなきゃいけないから、目の前の先にめっちゃ。 集中しななきゃいけないけんですよで目の前の作業に集中しなきゃいけないということは嫌なこととかも一時的に忘れることができるシン,シングルタスクになることができ,できる自分の好きなことに没頭することができるということになるから結果的に自分のストレス解消だったりとかスト,レス,ストレスに対する体制免疫機能を高めてくれるっていうようなことも期待できるんですよね。だから音楽に触れる時間とかも作っておきましょうということで。 今回紹介しししたたスストレス耐性を高める習慣いかかがでしたでしょうか皆さんもまあこれ全部今日からやれっていうと結構厳しいと思うのでまずはこの運動することと瞑想することの自然そして睡眠の質を高めるこれらをあのなんか複合したあの朝5分でいいから近くの公園とか自然の中を散歩するっていうことから始めてみることがとてもいいんじゃないのかなってやりあの散歩ぐらいだったら毎日ジム帰いとか大変じゃないですか。けど 散歩するだけでででも、僕たちの人生に良い影響を与えるることができるんですよね。だから皆さんも散歩からでいいから自分の人生を少しずつ変えていってこのストレス社会に立ち向かっていきましょうとでストレスに対してその自分の体制を高めたりとか自分のストレス発散することによって心にゆとりを作って自分の現在抱えている人生の課題例えば今自分の働いているこの職場自分はずっとこの職場で働いていきたいのだろうかとかそれから転職するんだったら副業するんだったら何から始めたらいいだろうか。 あの何,何を自分はしたいだろうかそして今すぐできることって何だろうかみたいなふうに自分の人生と向き合うことって苦痛を伴うんですよねで日頃だからこの心のゆとり心の余力を作るためにも日頃からストレス耐性を高めることとそしてストレス発散を日頃から心がけることっていうのが重要なんですよということを覚えておいてくださいという話でした。 ということで今回はこの辺で終わります。役に立ったな、面白かったなっていうふうに思っていただけたら、グッドボタン、高評価、コメントいただけたら非常に嬉しいです。そして、いやー、おもんなかったわ、全然役に立たんかったわ、ただ時間の無駄だったわっていうふうに思っている方々は、高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ということで今回はこの辺で終わります。バイバイ。